羽村市長選挙、羽村市議会議員補欠選挙のお知らせです。告示日は3月21日日曜日です。投票日は3月28日日曜日です。時間は午前7時から午後8時まで、市内10カ所の投票所で行われます。開票日時は3月28日日曜日午後9時からスポーツセンターで行われます。羽村市で投票できる方は満18歳以上の日本国民で、羽村市の選挙人名簿に登録されている方です。新たに選挙人名簿に登録される方は、平成15年3月29日までに生まれた方、令和2年12月20日までに転入届出をし、引き続き市内に住んでいる方、令和2年12月21日以降に転入届出をした方は、羽村市の選挙人名簿に登録されないため投票することはできません。今回の選挙では新型コロナウイルス感染症への感染防止対策を行い、市民の皆様が安心して投票していただけるよう努めます。羽村市選挙管理委員会が行う感染症対策の例をご紹介します。投票所出入り口に手指用消毒液を設置します。投票所職員はマスク、手袋を着用します。投票所の換気を定期的に行います。有権者と接する場所ではビニールの障壁を設置します。記載台、鉛筆などを定期的に消毒液で拭きます。持参の鉛筆などで投票用紙に記入することもできます。有権者の皆さんへ感染拡大防止のためのお願いです。マスクなどを着用してください。投票所では手や指のアルコール消毒をお願いします。混雑した場合には入場整理によりお待ちいただくことがあります。お待ちいただく場合にはできるだけ周りの人との間隔を空けてお待ちください。羽村市長選挙、羽村市議会議員補欠選挙についてのお問い合わせは、選挙管理委員会事務局までお願いします。あなたの大切な一票を生かすため、投票に行きましょう。